皆さん、こんにちは。野球を知っている人であれば、松坂世代という言葉を聞いたことがあると思います。松坂世代とは平成の怪物と呼ばれる、松坂大輔氏と同学年である。1980年4月2日から、1981年4月1日までに、生まれた世代のことを総称して、そう呼ばれています。その世代の中心である松坂が、横浜高等学校のエースとして活躍した。1998年は松坂だけでなく多くの選手がプロ野球入りを果たし、甲子園だけでなく大学野球で下級生時からエースとして活躍する選手が多く存在しました。さらに松坂世代からプロ野球選手になった人物はというと、松坂と同じ横浜高校出身である小池正明、後藤武俊、小山義男、そして先発投手は和田剛選手、杉内俊也、新垣渚、立山翔平、セットアッパーでは藤川球児、野手は村田修一、森本ひちょり氏などがいました。マスコミが特に活躍が目立っていた松坂氏の名前を取り、松坂世代という呼び名が広まっていきました。そんな松坂世代の先頭を突き進んだのは、言うまでもなく松坂大輔ですが、今でも現役生活を続けている選手が福岡ソフトバンクホークスの和田剛投手です。和田投手は大化どころか今なお進化し続けており、22年のシーズンもローテーションの一角を守り、41歳にして自己最速となる149キロを叩き出しています。今回はそんな和田剛と松坂大輔についてご紹介していきます。1998年の第80回全国高校選手権記念大会、当時高校生で実績と人気があったのは、東の松坂大輔、西の新垣渚と呼ばれる2人の選手でした。この2人はマスコミからも持ち上げられていました。しかし和田投手も県立の普通校ながら山陰屈指の伝統校である浜田高校の出身です。浜田高校は1951年の選抜で甲子園初出場をし、梨田正孝がいた71年の春夏出場など、2023年時点で合計16回も甲子園に出場している強豪高校です。和田氏は松坂氏、新垣氏という2人の有名人と写真を撮れば一生自慢できると考え、松坂大輔がたまたま歩いているところを引き止め、強引に写真撮影をした。高校3年時の甲子園がお二人の出会いです。この時松坂氏は和田剛の存在を意識していなかったと言われています。しかしながら和田投手はこの前年も2年生エースとして甲子園に出場しています。結果は1回戦秋田翔と対戦し、浜田打線は現ヤクルトスワローズの石川雅規選手から3点を奪いましたが、9回にそこまで相手を1点に抑えていた和田投手が先頭から連打を浴び、さらに守備の乱れが重なって同点。結局和田選手が石川選手にフォアボールを与えて押し出しによる悪夢のような逆転サヨナラ負けを喫することとなり、甲子園に大きな借りができていました。しかしそんな活躍があっても松坂大輔の目に和田投手は見えていませんでした。また横浜高校の松坂大輔ら後の球界を引っ張る選手が集結した大会でしたが、松坂世代という括りに入るような選手でもなく、マスコミやプロ野球からも注目されていない投手でした。実際に和田投手も後に、僕は高校の時にプロに入れるとは思ってなかったので、高校時代の僕を知っている人だったら多分100万人中100万人がプロは無理だと思っていたんじゃないですかと話していました。しかし和田投手は翌年の最後の夏の甲子園に帰ってきて、2回戦の柴田能を2点に抑え、3回戦は強豪高校の帝京も日本ハムファイターズで活躍した森本ひちょり氏の本塁打による2点でしのぎ、準々決勝ではトヨタ大谷に敗れましたが、ベスト8進出という結果を残しました。一方世代の先頭を突き進む松坂大輔は決勝まで駒を進め、
なんと偉大なる記録を生み出し、怪物松坂大輔が甲子園で伝説を作りました。それは59年ぶり史上2人目となる夏の甲子園決勝でのノーヒットノーラン達成。これにより横浜高校を春夏連覇に導きました。そこから松坂氏はその勢いのまま1998年ドラフト会議で西武、日本ハム、横浜が意気入札し、抽選で交渉権を得た西武に入団した松坂氏は背番号18をつけて1年目から16勝を挙げて最多勝利に輝き、新人王も受賞しました。和田投手との距離がさらに引き離されていったとも思われますが、和田投手は早稲田大学へと進学をし、高校時代の球速はマックス120キロ前後でしたが、これを改善するべく投球フォームを研究。ここで完成したフォームが見事に的中し、球速が一気に140キロ中盤まで伸びました。もともとの直球のキレは一級品でしたが、その直球にスピードという武器が加わり、磨きがかかりました。その直球を決め球に、大学4年間エースとして活躍を続け、早稲田大学52年ぶりとなる春秋連覇を達成し、大学通算成績は27勝13敗、防御率 1.35、総大の左腕として最多の記録を更新する活躍を見せました。さらに当時の奪三振の記録は江川卓氏の443奪三振でしたが、それを更新する476奪三振を記録してドクター K と呼ばれる存在になっており、松坂大輔はプロで一足早く活躍しておりましたが、和田剛は大学野球で実績を残していました。これにより福岡ダイエーホークスに自由獲得枠で入団することとなり、よく役松坂大輔と同じ舞台で戦えることになりました。しかしながら、この時すでに松坂大輔は2002年は肘の怪我で6勝止まりでしたが、ルーキーイヤーから3年連続最多勝利投手に輝いており、51勝も挙げていました。しかし和田氏も負けじと1年目から先発ローテーションの一角を担い、シーズン通算26試合の登板で14勝5敗という好成績でチームをリーグ優勝へと導き、新人王を満票で獲得しました。さらには阪神タイガースとの日本シリーズでは3勝3敗で迎えた第7戦で完投し、日本一の胴上げ投手ともなりました。ここまでの活躍ですでに松坂氏との距離はかなり縮まっていたと思われます。そしていよいよ松坂大輔と和田剛の直接対決がプロ2年目の2004年4月16日に決まりました。和田剛投手にとって同学年ながら憧れた存在松坂氏との初めての直接対決でもありました。スコアボードに僕と大輔の名前が一緒に入っているのを見て、とても不思議な気持ちになりました。自分はずっと大輔をテレビで見ている側だったわけなので、と和田剛は振り返っていました。試合は西武ドームで行われ、和田は8回1失点の完投、しかし松坂大輔は3安打完封勝利、行き詰まる投手戦でしたが、結局松坂氏に貫禄勝ちでした。試合後に松坂氏は、和田君、やっぱり意識はありました。頭のいいピッチャーですね。球のキレで勝負するタイプ、参考になりました、と和田氏について意識しているということを語っていました。そして同年に2人は共にアテネ五輪代表にもなり、最終的な勝敗も同じ十勝6敗でしたが、防御率は 4.35 の和田選手に対し、松坂氏は 2.90 で2年連続最優秀防御率に輝いており、松坂大輔がリードする形となっていました。そして2006年には松坂大輔はポスティングでレッドソックスへ移籍、メジャー1年目から15勝と200奪三振に到達し、チームも12年ぶりの地区優勝を決めました。そして日本人初のワールドシリーズ勝利投手となり、ワールドシリーズ優勝にも貢献し、世界ナンバーワンにも輝きました。しかし松坂大輔は翌年こそ18勝を挙げたものの、高校時代から酷使してきた体の至るところに張りや怪我を負い、2011年にはトミー・ジョン手術を受けました。和田投手はというと、日本で安定した
成績を残し続け、2011年には松坂大輔の背中を追いかけるように和田投手もメジャーへ飛び立ちましたが、松坂大輔と同様に怪我でなかなか活躍ができませんでした。メジャーでは2人とも怪我の影響でなかなか活躍はできず、松坂氏が2015年、和田武氏が2016年にソフトバンクへ移籍し、運命の歯車が噛み合い、くしくもホークスでチームメイトとなった2人。しかし松坂大輔はメジャー時代からも右肩の故障で苦しみ、在籍3年間で1軍登板はわずか1試合と悔しい結果に終わりました。和田剛は復帰1年目に15勝5敗、勝率750で6年ぶりの最多勝利と自身初となる最高勝率のタイトルを獲得しました。この時和田剛投手も怪我は多かったのですが、松坂氏はそれ以上に若くから振り続けた剛腕が悲鳴を上げていました。そのため松坂世代は2人がチームの中心として活躍することはないままに終わり、2018年に松坂氏は入団テストを経て中日ドラゴンズへ移籍しました。するとこの年6勝4敗とチームの戦力となり、成績を残してカムバック賞を受賞しました。しかしその後またも右肩の故障で登板できず自由契約となり、2020年シーズンは古巣の西武ライオンズへ復帰、首の痛みと右手のしびれ対策のため脊椎内視鏡頸椎手術を受け、移籍した年は一度も試合に出場できませんでした。翌年も右手のしびれの影響から1軍2軍とも実戦登板がないまま、7月にとうとう松坂氏は決断しました。その決断を和田選手に連絡しました。今季限りで辞めようと思う。7月6日の夜、電話でそう告げられた和田選手はすぐに言葉が出なかったそうです。この時松坂大輔の脊椎の状態はめまいがして歩くのにも難儀するほどであり、もはや練習すらままならない状況だったそうです。しかし松坂大輔のための引退試合が行われ、先発登板をしました。対戦打者は横浜高校の後輩近藤健介選手でしたが、5球を投げフォアボールを与えてマウンドを降りました。この日の最速は118キロ。引退会見の冒頭で松坂氏は、今シーズンをもちまして引退することをご報告させていただきますと発表し、選手は誰しもが長くプレーしたいと思い、こういう日がなるべく来ないことを願っていると思う。今日という日が来て欲しかったような、来て欲しくなかったような、そんな思いがあった。現時点ではまだすっきりしていないと心境を語っていました。同年代は松坂世代と呼ばれる黄金世代で、その牽引役は紛れもなく甲子園から松坂氏でした。そのことに対し、自分の名前がつく以上はその世代のトップでなければならないと思ってやってきた。それがあったからここまで諦めずにやってこれたかなと思いますと感謝の思いを伝えていました。またこの松坂氏の引退で松坂世代の現役選手は和田選手一人となり、最後の一人になった剛には、僕の前に辞めていった選手たちが僕らに託していったように、まだまだ投げたかった僕の分も剛には投げていってほしい、できるだけ長くやってほしいとメッセージを送り、松坂世代のバトンを託された和田投手。和田投手はここまで来たら逆にどこまでいけるかなみたいな、1年1年というか今年ダメだったらやめるだろうしと、毎年毎年が瀬戸際という思いでマウンドに立ち続けて、ついに21年目を迎えることになりました。22年シーズンは7勝を挙げ、通算150勝も達成、さらに自己最速の149キロをマークするなど、年齢を感じさせない姿を見せています。23年シーズンも先発ローテの一角としてホークス先発陣を引っ張り、白星も挙げています。42歳1ヶ月での白星は今井雄太郎の41歳9ヶ月を超える球団史上最年長記録を達成。和田剛は優勝したいですし、日本一になりたいですし、昨年ここで自分が投げて終戦になってしまったので、また今度は勝てるような投球ができるように
まだまだ先ですけど、自分も力をつけて投げていきたいと思いますと、この年になってもチームの勝利を考えていました。松坂世代唯一の現役選手となった和田毅投手。和田投手は甲子園では松坂世代の一人という認識はされておらず、松坂と甲子園で写真撮影するのがやっとの存在で、常に世代の先頭を走る松坂に憧れていました。しかしそこから大学で投球フォームを改良し、早稲田大学2年の時にようやく結果を出して松坂世代の和田と報道される存在となり、プロ野球の世界に飛び込みました。プロに入ってからも研究とハードな練習を日々こなすことで、憧れだった松坂大輔背中が見えるところまで駆け上がり、今では松坂世代唯一の現役選手となり、松坂世代のバトンを松坂大輔から託されるような存在となりました。大英へ入団した頃にテレビで憧れに見ていた子供たちが大人になった現在も現役でいてくれている和田毅投手の姿を希望と明日への活力へと変えてもらったというホークスファンは数多くいます。松坂大輔がいつの日か口にしていた一日でも長く投げてほしいというその言葉はまさにその通りで、今日もマウンドに登るその姿に勇気をもらい、一勝を一つでも多く挙げてほしいとファンから熱い声援を受けています。数多くの松坂世代の思いを背負って今後もマウンドに立ち続けるその姿を焼き付けていきたいですね。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。